久々にスイッチ入らないっすよこれもう1年ぶりやからね。なかなかね、お願いしますよ。いらないそんな流れ、はい、スケーター立てて来いで来いで入った入った。ガツヤママスピオレ企業もタイアップして商品やサービスを全力で PR、 企業案件の新境地を切り開く番組ガッツ100%テレビ、笑いと愛が企業を救う。さあ始まりました、ガッツ 100% テレビ、週替わり MC のトロンサーモン村田です。イエーイ、関節が。あとで出てきてやるんですから。板付きじゃないですか。もったいないよ。なんかここに出てくる時間前よりも長なってる。いやいいでしょ別に。もうやりましょうよ。はい。オッケー。板付き。板付き。これやろ。これ怖いやから。板付きがいい。ああ、おいちょっとね。板付きがいいの分かる。一回履けよ。そうしよう。一回戻ってよ。やってたよ前。去年思い出してよ。本編初登場です。本編初登場。後で言うから。後でやんねん。さあそれでは行きましょう。まずはこの方です、どうぞ。いやー、よし、来ました。またよーし、よし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 、よいしょ。衣装に来た。いやいや、マジでやめてくれよ、ほんまに。お願いします。今日はこの後、じゃあじゃあ大方って、はい、まだマジ8時半やね、はい、言うて去年と一緒、はい、はーいよーすごい、はーい。去年顔面に塗ったやろ、はい、口、今年は口ね、今日は今年は口、朝飯食ってなかったんですごいよ、はい、いろんな菌とか、はいはい、塩にガッツで全部倒しました。心配しないでください、一切心配しないよ。じゃマジでほんまギャラ何本持てんのって。1万5000ぐらいです。1万5000やろ、はい、それはちょっとリスク高いって。いやいやいや、もうガッツですから今日は。えぐいって。今日もだからロケあるって聞いたんで、うん、なんでうがいとかせんでいけんの、すぐ水持ってきてって。何でんの。いや、なんだじゃないですか、このまま行きますよ、ずっと。すごいですよ、マジで。あなたは、はい、吉本の宝です。わー、サンキュー。嬉しいよ。素晴らしい。ありがとうございます。さあそれでは続きまして、この方に登場していただきましょう、どうぞ。さあみんな、この時期になったら来るんちゃうかと思ったら、やっぱり来た、ロボットさん。さあ今日は行こうぜ、みんなも来いよ。ロゴース。よっしゃー。ドーン。全然わかんない。土に弱、土弱いな。土弱いな、お前。土はこんな口に入れてるやつ何の言う時も。顔に塗られただけでこんな弱いぞこいつ。何回すんねんこれ。何やってんだよ。何やってんだよ。ガッツ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 行きましょう。ガッツ行こう。さあそれでは続いての芸人、こいつだ。どうもー、マリアビアイナタ。あー、でももうそのまま行く。うわすごい、あぶなくて、あぶんな、あー、でも一般風に行けちゃって。うわ、顔面やられてるやん。お前おぼろすぎんねんけど。顔半分やられた。顔半分なくなりましたから。三日月お願いします。大丈夫かお前。ガッツありますよ、ガッツ。すごいガッツやなこれ。夕方仕様になりました。すごい、ガッツだな。いや、ガッツ出たかった。うわー、初登場ですよね。ね、はい、YouTube の生配信で、はいはい、多分爆笑を取ったおかげで今呼んでもらったんですけど、あれ全部切り抜きでショート動画にしてくれてるんですけど、上がってますよ。僕のメインのショート動画がダントツで再生数ないんですよ。ない、みんなが1万2万回ってるとこ、僕2000しか回ってないんです。スプラトゥーンモリアっていうゲーム。スプラトゥーンモリアね。だからこれ赤と黒のマジックあるんで、うん、僕がここで上半身裸で一応頑張って逃げるんで、うん、僕の体をどんだけ色塗れるかっていう。なあ、面白そう。
ッツさんも盛り上げてお願いします。おーしよし、ガッツ見せてください。さあそれでは最後の芸人はこいつだ。めっちゃドルルルルルルン。優勝は地面マニアです。よろしくお願いします。優勝した。何ですかそれ。ちゃんと最後面白いのになんでそんな臭くリスクを犯すんですか。出てこかったんで、なんか体張らなあかん思って。いやいや、ちゃんと体張って最後はしっかり面白いネタで渡す。ガッツありますね。ガッツある。みんなやっぱこれ見たらもうロゴスの商品買いたなるわね。なんやねんそれ。ちゃんとロゴスにこびていくやつ。到着です。ということで今年もやってきました。毎年恒例企画、夏休みキャンプスペシャル。うわ、熊やった。アウトドアブランドロゴス様を全力 PR しながら、ガッツメンバーが大自然の中ガッツを大解放。今年もなんと4週ぶち抜き放送。ロゴスのスタッフさんに登場していただきましょう。どうぞ。もちろん。テラゾンさん。よろしくお願いします。テラゾンさんじゃないね。なんでもう来た。めちゃくちゃ好きなテラゾンさん。めっちゃ。じゃあ自己紹介の方じゃよろしくお願いします。はい、ロゴスコーポレーションの長谷です。よろしくお願いします。テラゾンさんは今回は、まあ、ちょっとお休みで。ちょっとお休みですって。まさかあのバスの中のナダルごとに振りすぎてもうそれはだいぶあるかもしれんよ。一般職の人があんなに振られることないのよ。それで何か返さなあかんっていうストレスがすごかったから、多分1年をかけて来なくなりました。テラゾンさんもしかすると、うん、マジになったら終わりやで。テラゾンさんちょっとやめろ。今日は長谷さんですから。お願いします。長谷さん、よろしくお願いします。さあそれではですね、改めて、はい、ロゴスさんはどんな企業かというのを教えていただきたいなと。はい、ね、まあそれはみんな知ってますけども、はい、ありがとうございます。ファミリーと、はい、ファミリー層と、うん、ちょっと分かるけど、僕もほんま分かるけど、ほんま説明してる時に朝5時のホストやめて。朝5時のホストどんな状態今。今あの覚醒してますね。もういろんな戦ってる中ですごいじゃん。何か変わってるの。何か自分と菌が戦ってる感じ。熱で燃えてきた。免疫力と免疫力土が戦ってる。戦ってんなって。どう勝てる。ほぼ勝ってる。ほぼ勝ってる。早く終わりましょう一回。金が勝ってるやん。それはで、まあとにかくやっぱ家族との融合とかもなんや急にやるねん今からこっちが家族の融合でね、はい、ロゴスさんということで、はい、すごいファミリーにね、あったね、もうすごい素晴らしいキャンプギアですから、ロゴスさんからということでございまして、今日はよろしくお願いします。さあそれでは今回もですね、ご褒美をかけてガッツバトルをしていただきます。優勝者には今回もロゴスグッズ豪華詰め合わせを。毎年ありがとう。これマジでね、あのテレビとかほんまにくれへん時あるけど、はい、これマジでくれるから、はい、本当に欲しいです。もう給料が少なすぎてもう生活できないんですね。お願いします。かわいそうなんですよ。先月ちなみにおいくらでしたっけ。先月5万円です。ほんまですか。ほんまですか。うってなるやつやめてくれ。金額差しに行っちゃいました。差しないよほんまに。頑張ろうねマジでね。頑張りましょう。豪華商品をゲットしてください。おいしい。さあそれでは参りましょう。行こうぜ。みんなも来いよ。行く。全力こそ正義。サンキュー。長谷さんがやっぱこの前回1年前のね、このキャンプ企画見てはったんやって、はい、YouTube を。ああ見てくださったんですか。見ました、はい、で一番やっぱその中でも好きな企画があったんですよね、はい、何ですか。ナダルごとです。マジで楽しみにしてる。でロゴスの社内でも結構こう話題になってると。ナダル御殿が。僕も見てて、ナダル御殿が一番面白いと思ってました。そうやね。この間いろんなコンテンツの中でナダル御殿がダントツ1位でした。 BS、CS、地上波、ネットフリックス、プール、いろんなのあるけど一番がナダル御殿。やりたないね、ほんまに。じゃこれマジでやろう。ネットフリックスまで持っていこう。誰も見んすよ。何年毎回40分くらい持ってるのか分からへん。ほんまに何の話題もない時間とかあるじゃないですか。何なんか分からへんねん、ほんまにも。いやもうでもそんな久々なのスイッチ入らないっすよ、これも。1年ぶりやからね。
かなかね、お願いしますよ。いらない、そんなのですか。つけた取ってって。こいでこいで。入った入った。入った入った入った。入った入った。すごいです。こちらでございます。久しぶりだよ、これ。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。おチャンス。来てくれた、あれの。あれ、来てくれました。おもりやも来てくれて。来てくれました。お前誰や。早いですよ。早いですよ。師匠、失礼ですよ。ちょっとロゴスの前回の、寺園さんがちょっと今回来れなくて、また新しくこれ来てくれた長谷さんです。あー、ほうか、長谷、お願いしますね。お願いします。はい。寺園の方はちょっと楽しみだよ、かまよ。はい。寺園ちょっと楽しみしてたんやけどな。後半がちょっと寺園ちょっと楽しみにしたんやけどな。あー、そうですね。いやー、そうですよ。すごいわ、変わってる。いや、でもな、この…カンペある。師匠あんまカンペ求めないんすよ、師匠は。ほんなら、踊る長野モテル。よろしくお願いします。これは美味しくしてます。メンバー紹介します。はい。ドロさんも村田。お願いします。はい。よろしくお願いします。M1 取ってからどう？いや、まあまあ、はい、それなりに仕事させてもらってます。それなりの仕事、何してんのや。最近あんま見ひんけど、どこでやってるか。いや、まあ劇場とかが主に多いかもわかんないですかね。で、たまに出てますけどね、ドラマとかも。キバナでバーン行ってな。行ってます。あとはキャンプとかやってます。キャンプやってんね。はい。キャンプでなんか面白いことあった？キャンプで面白いこと。そうですね。クスッとくるやつで。クスッとくるやつでいいですか？クスでいいんですか？クスでいいんですか？いや、ハンモックで寝てたんですよ。ハンモックで寝てて。朝方ね、カサカサカサって音したから、ほら、怪しいね。で、パッて見たらね、おっきい鹿がおったんすよ。鹿なんてなかなか見られへん、どこやったら見られへんね。うわ、鹿来た思って、ほんでね、僕も怖くて、鹿襲われて家やから。鹿来たら怖いな。で、2匹おったんすよ、鹿が。1匹じゃないねって。はい。で、鹿がね、なんかね、角をコツ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 小突きやって、じゃれやってたんすよ。これじゃれてたんか。で、コーンって小突いたらね、こっち側の鹿のお尻が俺のハンモックにドーンって当たって、3回揺れたんですよ。3回揺れた。はい。ほいでほいで。ほいでほいでって。ないですよ、もう。めっちゃ落ちてましたよ。めちゃくちゃ落ちでしたよ。村田です。こういうオープニングエピソードなんや。すごい。大川ちゃん。はい。頑張ってんな。頑張ってます、なんとか。いろいろ見てるで。あ、本当ですか。日本見るわ、大川ちゃん。嬉しいです。頑張ります、本当に。なんかあった？なんか、なんかもうおかしいこと言うたかも。いや、言うてないですよ。弁護士が振らなあかんや。なんかですか？なんかバラエティ出てんの？好きですって言われたら嫌やろ、おい。はい。なあ。はい。言うてみ。え？何すか？なんか話しすぎ。怖いわ。最後まで持たないな。最近ですか？最近なんか、うん。最近、そうっすね。くすっと出るからな。くすって。くすってこれるやつ。娘が、娘が。娘が、わしもおんねんや。あ、そうですか。じゃあ、5歳なんです。5歳。お前、電話しようとしたら、もう電話出てくるやん。はい、そうです。俺ですよね、今話。持ってかれた。それで僕、朝起こされるんですよ、絶対に。俺もそうやって、今あるか、起こして、今ある、今だったのよ。おいで。それでですね、朝起こされるんですけど、いつもバンバンとかって、はたかれて起こされるんですけど、その日はもうなんか、ここにすごいなんか違和感が感じて、なんかあるんじゃわ、これ。パッと目開けたら、もう僕がこう寝てるんですよ、ここに立ってたんですよ。で、起きてって言って、タッコ、ここに全体重だから立ってる状態で。立ってたんか、はい。ほんまが。で、やだなと思って、それでありました、それが。うわ、そんなことあった。怖いな。そうそうそう。娘が立って。立って。ほんで。そこでしょ。そこですよ。終わりましたよ。待ってたら嫌でしょ、だって。終わっとったんか。終わってます。村田さんの終わっとったんか。いや、もう今終わりじゃないですか。オチですよ、師匠。分からへんね、そんなこと言われても。ちゃんと終わりって言ってくれな。終わりって言うんですか。分からへん。村田言ってくれ、お前。何のためのサブ MC や。サブ MC？ サブなんすか、俺。お前、こんなもんやらんかったら、わし一人で混ざれんねん。いや、師匠、だって分かると思うんすけどね、師匠。お前はもう、芸歴もあるから。いつも何歳、いくつまでやってると思ってんねや。すいません。もう鼻聞かへんで、わし。大丈夫っすか？チャンス。あ、ありがとうございます。お嬢さん。ヒゲ生えて。あ、ちょっと映画に出てる。おー、すごい。
俳優業、俳優業、もう最近は俳優業ですよ。みんな拍手。はいはい。あの来たけど意外な役で。映画出てんで。映画出てるんですよ、もう。チャンスは俳優やな。はい、そうです。工場員からバーイって。あ、先月あの工場委員会でですね。僕は放送禁止用語がいっぱい入った話をしてしまいました。言ってたぜ。サム所がそんなあかんぞみたいな。覚えてる覚えてる。でも謝罪の手紙をですね。はあ、サム所のマネージャーさんに渡したんですよ。ほら、ほら三日後にあの無限大の僕の出番の時に青ざめた顔してサム所のマネージャーさんが来て、はあ、え、なんでそんな青ざめた顔で楽屋入ってくるんやろう思って。はあ、サム所のマネージャーさんが、すいません、謝罪の手紙なくしましたつって。あの謝罪の手紙をなくしたっていう謝罪に来られましたね。あ、すみません、おもろいからこれ、おもろいから、すみません、今良かったですね、謝罪の謝罪ね、謝罪の謝罪、なんで誰も笑ってへんねん。いやいや面白かったですよ、すみません、ちょっともうちょっとちゃんとした話して、いや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 、めちゃめちゃ良かったすごい、ちょっとだけまあ悪かったかもな、あ、ちょっともう一回喋ってみよう、もう一回、いやいや良かったけど、もう一回ですか。あの僕あの SNS でバズりたいなと思いまして、あの地面の土を食べながらライターで髪の毛を燃やすっていう動画をTikTok に上げたらバンされました。そりゃそうですよ。あ、すいません、危ないですよそれ。押してんすか。こっちでお願いします。ジャンさんめちゃくちゃ笑ってます。やったやった、師匠すぐハマってます。笑ってるわ、ありがとうございます。この話6回ぐらい聞いてるの。6回かい。盛り上げよる。あ、お久しぶりです。師匠僕のこと覚えてくれてます？結構もちろんや、あっただいぶ前やったんですけど。なんで東京来た？僕ピン芸人なんですけど、R1 が出れなくなって、あ、まあそれやったら最後東京行って頑張ろうかなって。勝負勝負だろうね、はい、最後の勝負、はい、ご飯連れてってください本当に。誰か連れてったって。いやいや師匠連れてってください。師匠美味しいもん食べてるでしょ、はい、わしがなんか言わなあかんなん食べてるか。え、何食べてる？いやなんかそのイメージな、あるやん。イメージありますよ、師匠なんかさ、美味しい西麻布とか高級中華、高級中華、高級、あーそこだ、最高、あそこ西麻布の交差点の近くの六本木の高級焼肉、焼肉、あ、はあ、いいな、群馬のザリガニ、あーザリガニ、そんなん食べてるんですか？お前ら歯の悪くないか、なんでお前らくらさっちゃ。いやいやいや村田はそんなもんか、お前。いや違う、サブ MC、 いや違う、何のためのサブ MC や、すいません、こ、はい、ませんこんなん言うのな、何のためのサブ MC や、違う違う違う、ちょっとやっぱり、ね、三段落ちが若干なんかね、ちょっと薄かったな、本当に高級料理だったなって。ザリガニこの間渋谷で食べれましたよ。あ、食えました。その話聞かせて。うん。使ってもった。使わない。あ、行けます？話あります。あのザリガニ食った話。普通に美味しかったですよ、スーパーの。うまく抜けた。スーパー？あの、普通の真っ赤っかなザリガニ。それ、ボイルされてんちゃうか。あの、ボイルしたよ。そうそう。真っ赤かい。真っ赤っかの。何ですか？あ、赤っかい。チャンスさん、すごいハマるやん。ほんで、食うたどうなった？食うたなんかは。バルタン星人やないか。で、まあいいな、すごいっすね、バルタン星人でめっちゃハマってるわ。世代なんだろうな。ありがとうございます。ハサミ系が好きなんちゃう？ハサミ系のなんかそういうハサミ系の話、バルカン、バルタン星人とかザリガニとか、なんかあるハサミの話。ハサミ、ハサミあったっけな。ハサミ上はなんか、ハサミなんかないか。ハサミ、じゃあ、あのハサミある、モリア、ハサミの話。なんかあのずっと着てた T シャツがもうボロボロになったんで、はい、なんかもう雑巾にしようと思って、着てた T シャツボロボロになることあるよな。あります、はい、ありますね。雑巾にしようと思ってこうハサミで、えらいな、うん、えらい、普通やったら捨ててるとこや、はい、そうですね、 SDGs やね、 SDGs や、床に置いてこうやってハサミで、うん、ずーっとバーって切ってたら、うん、なんか家ごと切ってましたもん。うわ家ごと切っちゃった。あ、入った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 。ちょ、なんだもん、スーパーリーチみたいな、なんだ。ちょ、ちょ、ちょ、スーパーリーチ、どっちかわからない時間ありますもんね。受けたか受けてないか、ドゥドゥドゥみたいな。愛がないやつ、やっべえぞ。あるんですか、ハサミの、ハサミの師匠、言ったらね、師匠ハサミそんな好きだったら、ハサミのエピソードありますか、師匠、うん、あります、あるよ、ちょっと聞かせてほしいよですね、
わし家にな、はい、松の木あったんや、実家にな。あ、松の木、立派なお庭ですね。ほ、うんで、ね、いっぱい毛虫つくんや。あ、毛虫つくんですね。で、母親と一緒に毛虫嫌やな、言うとったんや。はいはい。ほんなら、おとんが出てきてやな、こんならくっさらええんや、言うて、高枝切れわさびで全部真っ二つにしたんや。こうなってな、はあ、そっからおとんこうなったんや。ほんでな続きた、すごい終わってません。わかりましたよ、今ね、真っ二つでこうなったで。このハサミ、もう隠したんや、もうわし怖いから。あ、なんかまた気づいたら玄関に置いてあってやな。俺、ハサミ、そう、で、おとんが、ああ、なんかこぶしたらええんちゃうか、言うて、なんかそこに落ちた画用紙切って、画用紙切って、はい、ほんならそれ、なんかおとんが真っ二つにした毛虫になったんや、綺麗が。だからこれで寂しくないやろ、言うて、ああ、ほんでな。もうやめてください、師匠、ね、もうないでしょ。嘘でしょ、だって自分にもするんですね、ホイで。人にだけじゃないんだ。自分にもするんですね。ちゃんとストイックっすね。やっぱすごいわ。ちょっと何ですか、一回取る、一回取る、やめたいです。よかったよ。いや、すごかったよ。いや、いくらでも見れるわ。いや、俺、マジでいくらでも見れるぜ。ね、ずっと見れますよ。全然ね。すごい。どうでしょう、長谷さん。すごい、感激でした。感激まで感動、感動です。感動を与えてるやん。こんな、なんか生で見れたよ。たまらんね、長谷さんは。この距離はすごいです。熱い。いや、でも、あの、松の木の話、30分ぐらい聞けましたよね、あれ。聞けた、聞けた、ほんまに。いや、自然見てる感じ。確かに、確かにそうですね。ぐらいなんかリラックスできるのよ。ちょっとこのずっと気になってないけど、確かに。これ最初紹介してくださいよ。ごめんなさい、ごめんなさい。かわいいね、ちょっとてるてる坊主があるんですけど、これ長谷さん、これは一体何でしょうか。これランタンでして、これランタンなんですか。てるてる坊主型のランタンです。光るってこと。そう、光るんですよ。母上様。違う違う違う、一休さん、一休さんありましたけど。あー、光ってます。お元気ですか。すごい、何色にもなるんですか。それ、これ16色になるんです。それはもう1色にとどめることもできるんですか。あ、できます、今好きな色を固定できるぞ。あ、そうです、そうです。お化けみたいになった。あの、これ、あ、そうです、お化けモードになった。ハロウィンモードとか、子供も子供嬉しいやん。これ布がもう1枚ついてるので、お子さんにこの自分の好きな絵を描いてもらうとかできます。絵描いてもできるし、なんか描きたいもんね、うん、なんか髪の毛描いたり。そうそうそう、髪の毛描いたり、石油王とかできるし。石油王、石油王、ちょっと石油王御殿とか、いや、やってほしい。石油王御殿あります。石油王御殿やってほしい。石油王御殿ちょっとやってほしいわ。お金持ってるってことですね。だからすごいんやから、すごい、ね、超金持ちの、もう給料とんでもないよ。あ、金いる。うわー、石油儲かってんだ。石油やん、石油をしよう。じゃあ、なんかお前ら庶民の最近あったリッチの話聞かせて。ちゃんと、そんな、ないっすよ、そんなもん。五点やった。五点や。ナダル五点が変な帽子かぶってるだけや。いや、きついっすよ。それはないですよ。いや、やめたいです。やめたいです。一応ちょっと躊躇するような。それでちゃんと。次回、いよいよキャンプ場に到着。ふんじゃなかった、鳥のふんかと思った。ガッツボーンを使ったリンボーバトルです。さあ、行きましょう、お願いします。そのまま行きますよ、もう行きますよ、このまま、このまま。うわー、チャンスさんが奇跡を起こす。カニフラーってなってましたよ。めっちゃ怖い。チャンネル登録、高評価お願いします。